トレバー・ヒルデンバーガーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンのゼ出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ参加所属。愛称はヒルデイ。アーチビショップ・ミッチ高等学校時代は、ミッチ・ハニガーとチームメイトだった。2014年の MLB ドラフト22巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級。 ガルフ・コーストリーグツインズで、プロデビュー。アパラジアンリーグのルーキー級、エリザベストンツインズでもプレーし、2球団合計で24試合に登板して1勝4敗、10セーブ、防御率2.48、32奪三振を記録した。2015年は、A 級、シーダー・ラピッツ・カーネルズと、A 級フォート・マイヤーズ・ミラクルでプレーし、 2球団合計で41試合に登板して3勝2敗17、セーブ、防御率1.55、80奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2016年は a 級フォートマイヤーズと a a チャタヌーが、ルックアウツでプレイし、2球団合計で38試合に登板して3勝4敗19、セーブ、 防御率0.75,53奪三振を記録した。2017年は開幕をトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスで迎え、21試合に登板して2勝1敗6セーブ、防御率2.05,38奪三振を記録した。6月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のクリーブランドインディアンス戦でメジャーデビュー。 そのまま右のリリーフとしてメジャーに定着すると、最終的に37試合に登板して3勝3敗、1セーブ、防御率3.21、44奪三振を記録した。2019年オフの12月2日にノンテンダー、FA となった。2020年1月4日に、ボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 だが、この年は、新型コロナウイルスの影響で、マイナーリーグの試合が開催されず、メジャーにも昇格しなかったため、公式戦の登板はなかった。オフの11月2日に、FA となった。2020年12月8日に、ニューヨークメッツとマイナー契約を結び、2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年4月8日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。だが、2試合に登板して防御率15.43と振るわず、参加の AA、A、級シラキュースメッツへ降格後の5月15日に DF となった。2021年5月18日にウェーバー工事を経てサンフランシスコジャイアンツへ移籍し、参加の AA、A、級サクラメントリバーキャッツへ配属された。5月21日に ディフェとなり26日にマイナー契約となった。投球の半分以上がシンカーを占めており、それにチェンジアップとスライダーを交えるサイドスロー右腕、フォーシームを投げる割合は低めである。ありがとうございます。